手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくついぜ今すぐ。なんで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 。やめろ。クソよジジイ、マジ殺してやるからな。やめろ。マジふざけんな。絵に描いてるな。悪党じゃないこいつ。よしいいぞ。最悪も、あ、なんなんですかあいつは。もうあのデブ、例の口座にささやかな謝礼を振り込ませてもらった。好きに使え。え、ラクーンシティ、え、やばいじゃんこいつ。豚メス22歳。クーンくん人形があった台だよね多分ね。これレオン編とかと共通なんだね。だから倒せばもう復活はしないんだ、どのルートでも多分。そういうことね。で、怖い。でもここは塞ぐ。ダメ、決まりは通さない、決まりは通さない。よし、これでもう来ないだろう。で、ハートの部屋で、こっちにアイテムなかったっけ。ロッカーの中にフィルムかなんかあっただろう。違う、ガンパウダー。はっはっは。で、こっちはレオンくんしか入れないところだけど、レオンくんは、来なかった。レオンくんは入らなかった、あの部屋に。多分何か良さそうな銃アイテムが多分あったはず。お、広い。何これ何これ、どこ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 。弾いっぱいになったな。カメラだ。何か撮るところ、ここ。おお、びっくりした。ラインや、びっくりした。電話。あ、ここ、何、びっくりした。ええなんか怪しいですね、ここ。カメラ。何があるんだ、これ。ギターポータブルセーフちゃん、デレレレデレーポータブルセーフ。うわ、もうでもこれだけだな。ポータブルセーフがあるだけか。どっから帰るの？帰れなくなくない？帰れないよ、これ。どうやって帰るんだ、マジで、これ。あ、びっくりした。お前、ふざけんなよ。何これ。あ、反対側ね。待て。やれやれ。反対側か。あー、被験者、あ、なん、じゃあ、クレアの方からは多分取れないんだな。多分取れない。青くなってる。多分取れない。これ警察署戻れなくても全然いいんだ、これ。上から入れるから、レオンと同じ道は辿らなくても帰れるっていうことやな。ここで板拾って、で、先行手榴弾、ポータブルセーフとか一回置いてくるか。これ一回置いてきた方が良さげか。良さげそう。アイテムの空き結構用意した方が良さげそう。良さげそうですよね。良さげそうだな。一回置いてくるか。ここどうせ崩れちゃうんじゃないの。どうせ崩れそう。バルコニー、あ、崩れない。あ、バルコニー行けないのかな。バルコニー行けそうだけどね。バルコニー行けそう。ちょっと置いてくるか、アイテム。まあでもこっちからかな。あれ、降りられない。いや、降りられるな。降りられるから。あ、そして愛しのブルーハーブちゃん、愛しのブルーハーブちゃんもいる。まあ、こっちから行きますかね。クレア、気をつけて。あ、お前降りられるんかーい。まあ、お前は降りられるよな。なんだよ。レオンくんがちょっと重かっただけじゃん。ここ、タイラントさん来るんすかね。タイラントさん来るんすかね。クレア、裏辺クレアだと来ないのかな。ヘリコプターで、塞がって通れない設定になってるんかな。あれ、でもゾンビ、いるよな、ダメ。うわ、そっちにいるんだ。はい。あんたなんか。うおうおうおう。よし、倒した。大型拳銃強い。ハーブ2個マジありがてえ。よーし。この銃リロードに時間がかかるな。よし、ハーブ2連。強すぎる。うわ、まだあいつ生きてる。まだ、うわ、塞がってんじゃん、ここ。じゃ、どうしたらいいの？まあ、消すだけなんか、ここ。クランクがなんかの、なんだっけ、ここあれか、カードキーがあるだけなのか。降りる意味ね。じゃ、殺した意味ね。マジで殺す意味なかったな、ここ。まあいいか、ハーブが通れたから、それで全然いいな、じゃあ。なるほどね。じゃ、ここ消して通れるようにするだけなのか。まだいいな。消したらあいつ来ちゃうかもしれんから。ここ組み合わせ、ここも組み合わせ。いや、強い。いや、慣れてきたね。クリア編裏にも慣れてきたね。オッケー。
で、ここ通れるようにして移動しやすくするっていうことか。よし、クレア、やってくれ。やばー。よし、これで一応通れるか。一応あの人が来るか 見るか。でも多分はしごで多分来ないと思うんだよね。うわー、来んのかよ来んのかよ。ビビったわ。マジかよ。じゃあこれ、いやでも関係ないな、もうあいつ今更すぎるな。マジで今更すぎるからな。いいもん、こっち行くもん。そこにハートの鍵あるよね。お、いいね、強いね。ハートの鍵、ハートの鍵で開ける。開けまーす。お邪魔しまーす、ユニボーイ。電子、あー、うわ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 、センスがピカイチですね。その刺し方センス光るわ。電子部品の箱、電子部品の箱、電子部品ここにあるの。時計台に、あとでも時計台、東倉庫っつって、東倉庫、時計台、あとで時計台の方行かなきゃいけない。東倉庫は、うわー、ゾンビーちゃんがいるんですよね、ここに。でも俺は負けない。そこ、よし、あと歯車があるはずだ。ブルーハーブちゃんを持ってこの日のためにスペースを小生開けてきました。よし、あとはここはもう何もない。出ていいぞ、出ていいぞ。もうすべて放置する。あ、開かない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 、ちょっと待って、開かないじゃん、開かないじゃん。じゃあ図書室反対側から行くのか、これ。そういうことか。開かないんですね。うわうわ、お前ふざけんな、お前ふざけんな。おいおい、クリア、抵抗しろ、俺もやりたいぞ。うわうわ、まずいっすね、まずいっすね。うぅ、うぅ、すれ違って、あの人気づいてないんだが、あの人全然気づいてないんだが。あ、気づいた、気づいたのかな。気づいてはるわ。うわ、飛んでくんの、卑怯だろ。飛ぶの卑怯くないっすか、卑怯くないっすか。うわー、でもどけてくれたのはちょっと素直にありがとうって言わなきゃいけないところやね。グリーンハーブは組み合わせて、よーし、いつものゲッチュー、予備機で、もう一個あんだよね。うわー、T さん来そうだな、近くにいたからな。まあさ、最初は2でいいかな。うう、なになになに、マジ入ってきちゃう、入ってきちゃう、入ってきちゃう。あ、フィルムがまたある。入ってきちゃう、入ってこないでくれよ、頼むよ。俺とお前の中だろ、これ。ここで俺は銃を撃ってやつを呼びたくはないんだ。お前そこで寝ててくれ、頼む。よし、これは組み合わせて、まあ、そこでもう一緒寝てくれ。おお、あー、まだ生きてる。あのお方が来ちゃう、名前を呼んではいけない、あのお方が来ちゃうだろう。しょうがねえな、まったく、しょうがねえやつだな、まったく。ほらーほーら、ほら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 、来ちゃっただろう。そこリッカーもいるから嫌なんだよ。ここだ、資料室。ここにきっと重大な資料が隠されているに違いない。なぜならここは資料室だから。誰かいるか。あ、てかさ、ここあれじゃん、レオンが反対側入ってくるところか。そもそもがそうなのか。あ、そうだよな、そうなんだよ、一人で納得で。そっちはクローバーの鍵だから。なんだ、うまいことできてますね。バイオハザード、ガンパウダーか。あ、でもハートの鍵はいらない。そして手榴弾を取って終わり。じゃあこれで、あの例の図書室向かえばもうすべて万事解決。やばい、やばい、来る、来てー、大変ちゃ、来てー、まずい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 。これはちょっとずつ、ちょっとずつやるしかない。まずはここ外す。ゾンビくん処理かな、これ。さすがにゾンビくんは処理やな。ゾンビくん処理、やばい、今のうち動かせるだけ。
動かせない。これは動かせない。うおー。うおー。やばい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 。まずいですよ。大丈夫。ちょっとずつ。これでちょっとずついけば。いけるいけるいける。よしよし。あいつ足を押せ。あいつ走るってこと知らねえんだ。ざまみやがれ。まずは移動するのだ。くれ。もうちょっと。くれ。あ、逃げろ。一旦逃げろ。お前。お前一旦逃げろ。お前一旦逃げろ。お前一旦逃げろ。やばい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 。よって言って、マジふざけんな。ふざけんな、このハゲ。おめがハゲってんの知ってんだからな。ふざけやがって。もうこれ使うか。しょうがねえ。しょうがねえ。元気ビンビンだぜ。楽しい。ウォーキング楽しい。時計台のとこには来ないだろ。あいつ、遅いから。よし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 。ざまみろ。ざまみろ。ざこめ。下にたま、おお、やばい。行き過ぎ。行き過ぎました。これは。お互いに行き過ぎてしまった。これもういち早く逃げよう。そこは穴だから通れないはずだ、お前。あそこに、早く、早くくれ、早く。どうせ角にゾンビがいる。気をつけろ。気をつけてくれや。許してくれや。許してくれや。もう許してくれや。よし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 。ここは安全なんじゃないの？レオンの時は来なかった。クレアの時は知らない。ここ来たらもうぶっちゃけ終わり。終わり、終わるしかねえ。よーし、いいぞ。大丈夫だ、クレア。歯車がちゃんとあるから。うっそ。うっそ。足音する。うっそやろ。まあ、これは多分レオン編で見たのと一緒だろ。さすがにここに入ってこないだろ。あいつも常識をわきまえてる。絶対そうだ。で、上に行くのか。一回上に行く。上に行ってパーツを取ってくる。ここはもうレオン編と何も変わらない。そしてそこに電子部品があるのも全て変わらない。全部一緒で、ここからパーツを。よし、パーツがあればもう話は早い。上から持ってきたのをはめる。ここにこれをはめる。全て知ってる。これ変なところに挟まっちゃったらどうすんだろうな。金のマジでまぐれで落ちてきてるからな、これ本当に。大成功。大成功。やったぜ。 V ピースピース。あとはこれだ。ここにはめれば完成する。やっぱ謎解き変わってる。白って何？白くするって何？白くならなくない？まず白くならないと思うんですが。は？これ上に持ってきて。え、もう無理。こうか。こうでこう。あ、来たんじゃないの？え、で何？白って何？もう良くない？これで、これ完成じゃん。何がダメなの？は？なんだよな。これ絶対、ここはもう絶対いじれない。ここもいじれない。で、ここもいじったところで何も変わらない。は？あ？え？ああ、知ってた。知ってたよ。知ってたよ、そうすること。全部知ってた。おじさんはね。これが、あ、クリア、かわいい。あ、電話鳴ってる。ゾイだ、ゾイ。ゾイからの電話だ、ゾイ。出ろ、出ろ。ゾイからの電話、出るんだ。出るんだ、ゾイ。クリアちゃん、コミュ障なんか、俺と一緒なんか、電話に出るのが苦手なのか。ごきげんよう、クリア。ご機嫌よくれ。誰？取引をしようじゃないか。どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。シェリーは無事？今はな。お前かよ。もし指一本でも触れたら。くそ、ずっと見てるじゃん。変態かよ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。クソ野郎じゃん。やめて、やめて。心配するな。もうじき全て終わる。どういうこと？どこかから出られるはず。そうだ、出るんだ、こんなところ。今すぐ、お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 、あ、あ、ちょっと、お前、なんで、ああ、あ、いや、穴はあるよ。出口は一番近くにあるかもしれない。うわ、びっくりした。マジお前、なんなんだよお前。あー、怖、うわ、怖すぎだろ。
狂気のぬいぐるみじゃん、マジで。マジやば。キーアイテム、古びたブロック。うわ、これ謎解きしなきゃダメじゃん、絶対。あ、違うわ、大丈夫だ。ルービックキューブみたいなことしろって言われるのかと思った。怖っ、怖っ、怖すぎ、笑った。あー、古びたブロック、古びたブロック使います、使います。あ、あー、あーね、あー、あー、こうです、来ました、はい、こうです、はい、来ました。ねえ、あ、違う、ここが根本的に、ここが違うじゃん、ここ四角と丸だよ、これだよ、はい、じゃあもう余裕じゃん、はい、もうこれで完成です。なんでや、なんでや、どこが間違ってると思う。私はここかここだと思うね。え、あます、合ってます。あ、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 ハサミ、ハサミ、イエー、キョンくん、キョンくん、ハサミ、よし、ハサミゲット。ハサミで何するの、この恐竜くんのお股からハサミでちょくちょく、あ、ここでちょくちょくするんじゃない、多分こっち閉まってるはず。アイアンズ社長、アイアンズ社長、開けてください、話だけでも聞いてください。ダメだ、くそ、メスガキだからってバカにしやがって。ちょくちょくしろ、ちょくちょくしろ。あ、そっちからね。あ、カッターみたいに使うタイプね。賢いな、このクソガキは。賢いですよ。やったー、エルトゥーしゃがむ。おー、ここは何なの、何なの、何だと思う、何だと思う、逆に何だと思う。クレア、クレア、いない、何なの、ここは。こっちからなら開けられるのか。逃げるぜよ、逃げるぜよ。ここは孤児院なのか、寝室。見つかったらダメなんじゃないの、多分見つかったらゲームオーバーだぞ。音立てな。あー、もう紐でくくりつけやがって、あいつマジで。幼女監禁かよ、最悪だな、あの所長。警察署所長だよ。ここは、あ、入れないわ、入れ、見回り来ねえよな。ゾンビより怖いぞ、あの所長。ゾンビより怖いまであるよ。あ、これ何、ケンケンパーみたいにしてたの、あなた。あなた、ケンケンパーみたいにしてたの。ホールド、うーん、うーん、で、あ、乗れるのね。よーし、いい、かわいい、かわいい。あ、で、 お窓から出れるわよ。でも高いんじゃないの、大丈夫、無理しないで、無理しないで。落ちた時の音で、あ、ここか、閉まってた部屋だ今。大冒険やな、このベッドで入れなかったのか。な、あ、何、何、何の音、何の音、何の音、何、何の、何、何の、怖い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 、すっごいカシャカシャだった。ここしゃがんでいこう。何があるんじゃないの？あ、お絵かきしてたのね、あなた。あ、こっちにも扉がある。開けちゃう？開けちゃう？開けちゃう？あ、そう、あ、でも反対側にも扉があるみたいよ。多分こっち敵ルートだ。あそこの門から出る。あそこの門から出る。で、あっちの扉は開かないのかもしれないな。開かないか？あ、開かないんですね。開かない、開かない。うおお、すごい。すごい。何これ？人形がすごい侵された跡みたいになってる。クラウザーさん、クラウザーさん人形が侵された後みたいになってる。鍵のかかった扉で、青いからもうアイテムはないから、じゃあやっぱりこっちでいいやな。行くぜ、よいしょ。おお、開け方がダイナミックやな。しゃがんでいこう、しゃがんでいこう。怖いから、怖いから、怖いから。ここは 何室、何室、ホール、ホールなのか。あのドアから出られそう。いや、お前、お前、フラグ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 。ちょ、まだ、あ、でもアイテムは何もないのか。もしか、開くじゃん。じゃあ出られないじゃん、あのドアから。結論としては、結論としてこのドアからは出られないよ。あー、鍵がね、ダメだ、鍵がいる。
ダメだ、鍵がいる。賢い。何これ、トム、トム、手紙を出して2ヶ月になるのにオリバーから返事が来ない。養子にもらわれていったやつらみんなそうだ。金持ちの家で王様みたいに暮らしてると孤児院のことなんて忘れちまうんだろう。オリバーだけは違う、俺たち永遠の相棒だなんて思ってた。バカみたいだ。アンが年下どもを集めて話してた。養子として孤児院を出ていったやつらは本当は恐怖のブギーマンの餌にされている。だから連中とは連絡が取れなくなってるんだと。あいつには三流小説家の才能がある。アンの話じゃないが、この孤児院はちょっと変だ。確かに他の養護施設に比べたら恵まれている。地元のでかい製薬会社が寄付をつぎ込んでるからだ。でも電話や、外出が禁止されているのはなぜだ。ドクターの数が多すぎやしないか。あの日のあの注射の意味は、これじゃ俺たちまるで、俺に養子の話が来た。信じられない。俺はもう大きいし人気があるタイプじゃない。でもまあ少しくらいは嬉しいかもしれない。嘘だ、本当は泣きそうなくらい嬉しい。出発20日だ。俺はいい息子になる。お父さんとお母さんが自慢できるような息子に。真夜中オリバーが帰ってきた。狂ったみたいに助けてって泣きわめいてた。俺は最初そいつが友達だってわからなかった。だって顔があんな風に溶けて剥がれて、今先生とドクターが看病している。大丈夫、ただの皮膚病だ。あっという間に治る。そしたらまた二人で病院に行こう。怖いですね。全て分かってしまいましたね。これアンブレラ社の実験にされてるのか、ここの孤児院だから警察署とつながってるのか。あんの所長、アイアンズマジ、許すマジ。幼女、正義の、何スーパーオペラみたいな。あの人歌ってんの。のんきに歌いやがって。しゃがめ、怖い。しゃがめ。おお、怖い。すごい歌ってる。プレイ4って聞こえる。プレイステーション4。開けろ。大丈夫？おお。ちょ。アイアンズ。いないんじゃないの？の日記。これを読んだ人、警察に電話して、ブギーマンが来た。みんな食べられ、ブギーマンは黒い白さんです。助けて、もうすぐこっちに。助けて、お母さん。白い剥製の人や。大丈夫ですか。うわ大変や。白い剥製、あいつマジ変態だからな。気をつけろよ。あ、こうなんかアイテムありますね。ちゃんと調べていくか。待て、重要だから見えないっすね。ああいいっすね、かわいいっすね。最高ですね。あ、悪くない。ああ、ごめんなさい。そこにいんだよな。なんか物投げろ。あ、シャワー浴びてんのかこいつ。バカだな、のび太くん。あ、鍵。音立てるなよ。立てるんじゃねえぞ。どこへ行く気だ。あ、違うんです。コンビニにちょっとコンビニ。引き分けの悪い子だ。あ、ちょっと待ってください。こっちに来ないで。来ないで。やめて。しつけってものを教えてやる。かけろ。ふざけやがって。やったぜ。済むと思うな。やったぜ。クソガキが。ざまみろ。逃げろ。待て。いや、隠れろ。やばい。まずいっすよ。まずいっすよ。シェリー。まずい。クソガキめ、後悔してやる。嘘、正体現したね。来ないで。怖い。助けて。一緒に逃げよう。こっちにない。隠れない人。これどこに隠れるの。うわー、積んだ。
助けて一緒に隠れよう。俺もクレアの、ま、クレアにママにしてもらうから。あ、デブ、やばいやばい、鍵かけられた。終わりだ、鍵を閉めたぞ。ちゃんともう一回言って言え、ちゃんともう一回言って言え。うわあ、どこにいる。とっとと出てこい、いるのは分かってるぞ。いないです、いません。